ということも含めて、話し合っていただければと思います。もし使っているけど、うまく使ってみたけどうまくいかなかったからやめてしまったという人もいるかもしれません。その場合はどうして、どんな問題があってうまくいかなかったのかということもお願いします。あるいは使ってみたらこんなに良かった、そういう例がある人はそういうことも話をしてみてください。つまり、悩みとその解決法、あるいはこの問題が解決できたらもっと使えるのにとかですね、つまり問題点と解決について、意見を共有し、自分の体験ですね、今までこういうことがありましたというその体験を共有してみていただければと思います。使った人はその使った例、そのうまくいかなかったこととうまくいったこと、使ってみたことがない人は、どうして、使っていないのか、その点について、グループの中で、お話ししてください。お願いします。Thank you.